どうも、ねねです。アメシン2号です。え、1号どこ行ったの？消されました。え？消えました。消えちゃったの？というわけで、モンスターハンターライズサンブレイクやっていきます。今回何やりますか？なんだっけこれ。なんだっけこれ。なんか燃えてる演技でお願いします。はい、それではいってらっしゃい。あ、お約束言うほど約束でもない。そうなん。あ、タヌキだ。どうもタヌキです。おそわけ爆発した。ケーキは覚えなきところより入れて。愚なる行いがさらなる愚を呼び、小是子がかなる災いとなったとしても、大いなる愚の宴官をなすそれは宴のように見えるものであろう。一戦後圧勝。なんかいる。え？ああ、出てくるんだよ。ビオレーネさん。死んだらゲームオーバーやつですか？いや。そうですか。ビオレーネさんは力尽きても、カウントされない。昔のビオレにあったな。敵になるとバカ強い。頑張れ私。味方になるとバカ弱くて死ぬと、うん、ゲームオーバー。まあ、味方として入る場合は、ちゃんと体力まで管理してあげなきゃいけないっていうパターンね。まあ、これは死んでもカウントされないし、体力も一応回復す、一応回復してくれるようにはなるんだけど。またまた。まあ、回復してあげた方が回復は早い。てか、割と、してくれていいか、行動してくれるからさ。まさか経験者か。なセットブロッカー。交流するし、粉塵使うし。これ私の。もうライン。罠仕掛けるし。できた。怒っちゃった。そしてよく喋る。耳元で喋るのやめてほしい。いや。それはもう NPC だからしょうがなくね。いきなり大きい声でとか言われると、チャムラの里のため騎士としての務めを果たす。奴がリシュテンゴアシュ、ここで必ず退けるぞ。燃え上がれさあ、ぜい。これもこっち？しないようにしなければまた提督に叱られてしまうな。よろしく。ファイヤー。
ぜ大社跡に現れた。やはり領域生物の影響なのか。気をつけよう。リシテンゴ自体を初めて見たが、なんとも腹の立つ動きだな。
ているようだ。あぶね。いい調子だ。貴殿の故郷、共に守り抜くぞ。モンスターが狙ってる。標的にされているぞ。ターン。もらった。罠、罠。うまいこと言えたな。どこ行こうってのよ。よろしく。それゆけ。仕掛けてくるぞ。やっ。怒り心頭といったところか。どうもです。はい、というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。